ドストエフスキー作「罪と罰」上官前回の続きからです4母の手紙は彼をひどく苦しめたしかし 最も重要な根本問題についてはまだ手紙を読んでいる間でさえも彼の心にはちらとも疑いが生まれなかった問題の最も大切な要点は彼の頭の中で決められていたしかもそれはもう動かすことのできない決定だった 俺が生きている間はこの結婚はさせぬルージン氏なんて知ったことかだってあまりにも見えすいているよ彼はせせら笑って自分の決定の成功を意地悪く前祝いしながらつぶやいた ダメだよ、母さん。ダメだよ、ルーニャ。あんた方には俺は騙せないよ。おまけに俺に相談をしないで決めてしまったことを謝ったりしてさ。当たり前だ。今となってはもう話を壊すことができないと思っているようだが、まあこれからのお楽しみだね。できるかできないか。 いやはやは大変な言い訳だよ。何しろピョートル・ペドロービチは実務家でひどくテキパキした人だから結婚も駅場所の中でなきゃダメだ。汽車の中でなんて言いかねない。驚いたね。ダメだよ、ドゥーネチカ。俺はすっかり見通しだ。 お前は俺に話したいことがたくさんあるそうだけどそれがなんだか俺には分かっているんだよ。お前が一晩中部屋の中を歩き回りながら何を考えていたかも母さんの根間にある火山の聖母の像の前で何を祈っていたかも俺にはわかるんだよ。 ゴゴルゴタの丘へ登るのは苦しいふむなるほどそれじゃきっぱりと決心したわけだなアブドーチャ・ロマノブナ実務家でわけのわかった男自分の財産を持っていてすでに自分の財産を持っているといえば重みも違うし聞こえもぐっといいものだ 勤めも二つ持っており新しい世代の信念にも理解がありしかもルーネチカ自身の言葉では善良な方らしい男のもとへとつぐんだねこの「らしい」が何よりも素敵だよあのルーネチカがこの「らしい」と結婚する 素敵だ実に素敵だところでちょっと気になるが一体何のために母さんは新しい世代なんて書いて起こしたんだろうその男の人間をよく説明するためだけかそれとも遠い目的があってかつまり俺をたぶらかして ルージン氏に好意を持たせるというような。へえ、考えたものだよ。それからもう一つはっきりさせておきたいことがある。その日、その夜、そしてそれからずっと母さんと妹がどの程度まで腹を割って話し合ったかということだ。 二人の間で言葉がすっかり思ったままに話しされたかそれとも二人とも気持ちも考えも同じであることが互いによく分かっていてもう何もかもすっかり打ち明けて語り合うまでもなく口を動かすだけで済むとでもいうものだったのかおそらくそういうことも多少はあったろう 手紙を見てもわかる母さんには彼がいくらかぶっきらぼうなように思われて悪気のない母さんのことだからその通りにドゥーニャに言ったところがドゥーニャは当然腹を立ててプリプリしながら答えたというわけだ当たり前だつまらないことを聞かれるまでもなく もうすっかりわかっていて、おまけにもう決まってしまって、何も言うことがないときにそんなことを言われたら、怒らないほうがどうかしている。さらに、なんてことを書いているんだ。ドゥーニャを愛してあげなさい、ロ者。ジャ。あの子は我が身よりお前を愛しているのです。なんて。 娘を息子の犠牲にすることに同意したことでもう密かに両親の呵責に苦しめられているに違いないんだお前は私たちの望みです私たちのすべてですああ母さん像がラスコーリニコフの身内にますます激しく燃えたぎってきた そして今ルージン氏に会ったらいきなり叩き殺したかもしれぬふむそれはそうだ彼は頭の中に扇風のような吹き荒れている考えの跡をたどりながら独り言を続けたどんな人でもよく知るためにはゆっくり時間をかけて 注意深く付き合ってみなければならぬものです。それは確かにその通りだ。だが、ルージン氏の人間はもうわかっている。要は実務家で善良な人らしいとのことだが、荷物を引き受け、大きなトランクを自分の負担で運んでやるのは大変なことだろうさ。まあ、善良でないとは言えまい。ところが、 花嫁と母親の二人は百姓を雇ってむしろをかけた馬車に乗って行くんだ。俺も何度か乗ったかね。それはまあいいよ。たかだか九十ロリだ。ところがその先は三等車で楽しい旅をする。約千ロリだぜ。本人たちはそれでいいよ。 分相ってことがあるからなところでルージンさんあんたはどういうつもりですかねだってこれはあんたの花嫁じゃありませんか母が自分の年金を担保にして旅費を前借りしていることだって知らなかったでは通りませんよそりゃあもちろんあんたにはこんなことは普通の商取引みたいなもので 儲けもお互い、分け前も平等だから、支出も半々だということでしょうよ。ことわざにもパンと塩は一緒だが、タバコせは、めいめい持ってって言いますからね。なるほど、実務の腕に物を言わせて、女たち2人をちょいと騙しましたな。荷物の方が2人の旅費より安いし、うまくすれば、ただになるというわけか。 一体あの二人はこれ式のことがわからないのだろうかそれともわざと知らぬふりをしているのか何しろ満足なのだ。満足しきっているんだ。これはまだ花が咲いただけのことで本当の果実は先のことだってことを考えないのだろうかだってここで大切なことはケチなことでもなければがめついことでもない。 そうしたことすべてのトーンなのだ。そうさ、それが結婚後の将来のトーンになるんだからな。予言みたいなものさ。それにしても母さんは一体何をウキウキしているのだろう。何をどれだけ持ってペテルブルグへ来るというのだ。銀貨三枚か、札を二枚じゃないか。この札ってのはあの、 ババアの口癖だが、ふむその後、ペテルブルークで一体何をして暮らそうというのだ。だってもうどんな理由があったのか知らんが、結婚後はその当座だけでも、ドゥナと一緒に暮らすことはできないだろうと見抜いているじゃないか。おそらくいわゆる親切な男が、何かのはずみにうっかり口を滑らして、記事を出し、 さすがの母さんも両手を振って、こちらから断りますよってなことになったんだろう。とすれば母さんは誰を当てにしているんだ。120ルーブリの年金かそれだって、アファーナシイバノービチの借金を差し引かれるではないか。そのうちに、冬の襟巻きを編んだり、袖当てを縫ったりして、 老いの目を悪くするそれにやりまきの手内職をしたところで1年かかって120ルーブリに20ルーブリを加えるくらいがオチだそんなことは分かりきっているつまりはやっぱりルグジン氏の高潔な気持ちとやらを当てにしているのだ先方から申し出て頼んでくるようになるでしょうというわけだ 財布の紐を締めることだああいうシラーの劇の人物みたいに美しい心の持ち主はいつもそんな目に遭うんだよ。いよいよという時まで相手を苦ジの鼻で飾り立てギリギリまで悪くは取らないで良いことだけを当てにしているそして事の裏側を薄々感じても そうなる前に自分に本当の言葉を聞かせようとは決してしないそんなことは考えただけで気がめいってしまうのだそして立派だと思い込んでいる相手にまんまと鼻を明かされるまでは両手で真実を突っぱねているんだところでルージン氏は勲章を持っているだろうか崖をしてもいい 絶対に聖安な勲章が襟穴についているそして請負い人や商人のところへ食事に招かれていくときにはそれを胸に光らせていくことはまず間違いないひょっとしたら自分の結婚式にもつけかねないしかしあんなやつはどうでもいいでも母さんはまあいいさ仕方がないよ いう人なんだところでドゥーにはどうなんだドゥーネチカかわいい妹俺はお前のことはよく知っているんだよ俺が最後に会った時お前はもう数えで二十歳だったお前の気性が俺にはもうわかっていたドゥーネチカは大抵のことには耐えられますと母さんは書いている そんなことは俺だって知ってて知いるさそれは俺はもう二年半前に知っていたんだそしてそれ以来二年半の間そのことを考えてきたんだルーネチカは大抵のことなら耐えられるってことをさスビドリガイロフ氏とそれに絡んで起こったすべての出来事に耐えられたのだから 確かに大抵のことには耐えられるわけだところで今度は母さんと一緒に妻は貧しい家から目取って夫の恩に感謝の気持ちを抱かせた方がいいなどという説をしかも一度や二度目の訪問で口にするようなルージン氏だって辛抱できると思ったわけかまあうっかり口を滑らしたというのならそれでもいいさ わけの分かった人間でもそういうことはあるだろうからなひょっとしたら決して口を滑らしたわけではなく早いとこはっきりしておこうと思ったのかもしれんだがドゥーニャお前はどうなんだお前にはその男の人間がよく分かってるはずじゃないか一生連れ添う相手だぞ あの子はグロパンだけかじって水を飲んでも自分の魂は売らない女だまして楽をしたいために自分の精神の自由を渡すはずがないルージン氏どころかシュレイ・スヒット・ホルスタインを全部やると言われたって自分を売るような女ではないいいや俺が知っている限りではドゥーニャは そんな女ではなかったそしてそうとも今だって無論変わってはいまい分かりきっているスビドリ街路夫妻も小だ。田200ルーブリの金のために一生家庭教師として県から県を渡り歩くのもつらいことだろうしかしそれでも俺は知っている 俺の妹なら尊敬もしていないし一緒になっても何もすることがないような人間と自分一人の利益だけのために永久に自分を結びつけて自分の精神と道徳感を汚すくらいならいっそ植民地の農園に奴隷となって雇われていくかあるいはバルト海沿岸地方のドイツ人の下女になるだろう またルージン氏が純金か高価なダイヤモンドに埋まっているような人間なら妹はルージン氏の合法的な囲いものになることを承知しまいそれなら今どうして承諾しているのかどこにどんなわけがあるのかどこにこの謎の鍵があるのか真相ははっきりしている自分のために 自分の安楽のために、自分を死から救うためにさえ自分を売りはしないが、他人のためなら現にこのように売るのだ。愛する者の,のために、尊敬する人間のために売る。要するに、これが真相なのだ。兄のために、母のために売る。すべてを売る。 おうこの殺し文句のために時によると我々は道徳心を押し潰してしまうのだそして自由も安らぎも良心までも何もかも古物市へ運び去ってしまう生活なんかどうにでもなれ愛する人が幸福になれさえすればその上勝手な気弁を考え出し ジェスイット教徒の考えを研究して、こうでなければならないのだ、崇高な目的のためならばこれでいいのだと、自分に納得させて、ひとときの安らぎを得ようとする。我々とはこんな人間なのだ。そして何もかもが白日のようにはっきりしている。 この芝居では他ならぬロジオン、ロマーノイチ、ラスコールニホフが登場し、しかも主役であることもはっきりしている。何いさ、彼の幸福が築き上げられるのだ。彼を大学に学ばせ、事務所で主人の片腕にしてやり、彼の生涯を保証してやることができる。もしかしたら、彼は後に金持ちになり、 人に尊敬されるような立派な人になり、しかも名誉ある人間として生涯を閉じるかもしれぬ。だが母は、でも今はろう者が第一だ。かけがえのない長男のろう者さえよくなってくれたら。この大切な長男のためならば、 こんな可愛い娘でもどうして犠牲にせずにいられようおおなんという優しい。しかし、間違った心だろう。なんということだ。これでは我々はソーネチカの運命も否定できないではないか。ソーネチカ、ソーネチカ・マルメラードは、世界ある限り永遠のソーネチカ。犠牲というものを。 犠牲というものをあんた方二人はよくよく測ってみましたかどうです耐えられますか得になりますか分別にかないますかドゥーネチカお前はソーネチカの運命がルージン氏と一緒になる前運命に比べて少しも卑しいものでないことを知っているのかね 愛情というようなものがあったわけではないと母さんは書いている愛情ばかりか尊敬もありえないとしたらそれどころかもう嫌悪部別憎悪の気持ちが生まれているとしたらどうなるだろうそうなればまたしても身なりをきれいにするってことが必要になってくるそうじゃないかね わかるかねわかるかねルーニャ、わかるかねこのきれいということの意味がわかるかねルージンのきれいがソーネチカのきれいと同じだということがいやもしかしたらもっと悪くもっといやらしくもっと汚いかもしれんというのはルーネチカ 何と言ってもお前には少しでも楽をしようという打算があるがあの娘は餓死というギリギリの線に追い詰められているからだよルーネチカこのキレイというやつは高くつくよひどく高くつくんだよあとで力に余るような時が来たらどうする後悔してももう遅いよ どれだけ悲しみ、嘆き、呪い、人に隠れて涙を流さなければならぬことか。だってお前は、マルファ・ペトローブナのような女じゃないもの。そうなったら母さんはどうなるだろう。もう今から心配で、胸を痛めているというのに、何もかもがはっきりわかる時が来たら、一体どうなるだろう。 ところで俺は本当のところ、俺についてお前は何を考えたんだ俺はお前の犠牲なんかいらないよ、ルーネチカ。嫌ですよ、母さん。俺が生きている間は、そんなことはさせぬ。させないよ。させるものか。断る。 彼は不意にはっとして足を止めた「させるものか?」じゃそれをさせないためにお前はいったい何をしようというんだ「断るどんな権利があって」そういう権利を持つためにお前の方から母さんと妹に何を約束してやれるのだ。 大学を卒業して就職したら自分のすべての運命すべての未来を二人に捧げるというのかそんな五託は聞き飽きたよそれにはっきりしない先のことじゃないか今はどうするんだい今どうにかしなきゃならないんだよわかるかいところが今お前のしていることは何だ かてて人を食いいい物にしているじゃないかその金は2人が100ルーブルの年金とスビトビガイロフ家の屈辱を抵当にして借りたものなのだスビトビガイロフたちやアファーナシー・イワノビチ・ワフールシンとやらからお前は2人をどうして守るつもりだね未来の百万長者さん2人の運命を握るゼウスさん 10年後にその10年の間に母さんは襟巻き編みの出ない食でいやもしかしたら涙で目をつぶしてしまうだろうよ精進料理で痩せ細ってしまうよそれに妹さんはまあ考えてみるんだな10年後にいやこの10年の間に妹さんの身にどんなことが起こりえるか分かったかい こうして彼は自分を苦しめ、このように問い詰めることによって、一種の快感をさえ感じながら自分をからかった。しかし、こうした呪文は、どれも新しいものでも、突然のものでもなく、もう前々からの古い網付きのものだった。もういつからかそれらが彼をさいなみ始めて、彼の心をズタズタに引き裂いてしまっていた。 この今のおさぎの虫が彼の身内に生まれたのは遠い昔のことでそれが成長し積もり積もってそれが近頃ではすっかり大きくなって凝り固まり恐ろしい奇怪な化け物のような疑問の形をとり必要に解決を迫りながら彼の心と頭をヘトヘトに疲れさせたのであるその上今母の手紙が ふいに雷のように彼の胸を打った。今は問題は解決されないなどと頭の中でこね回すだけで反問したりくよくよ引っ込み治安をしている時ではなく直ちに一時も早くどうしてもどうにかしなければならぬことは明らかだ。いずれにしても心を決めなければならぬ。 それがどんなことであろうとさもなければさもなければ生活を完全に拒否するんだ彼は不意に苦しく叫んだあるがままの運命を永遠におとなしく受け入れて行動し生活し愛する一切の権利を拒否して 事故の内部の一切を押し殺してしまうんだ分かりますか分かりますかね学生さんもうどこへも行き場がないということがどういう意味かふいに彼の頭にマルメラードフの昨日の質問が浮かんだ「なぜってどんな人間だって」 どこか行けるところがなかったらやりきれませんよ。ふりに彼はぎくっとした。ある一つのこれも昨日の考えがまた彼の頭をかすめたのである。しかし彼がぎくっとしたのはその考えがかすめたためではなかった。それが必ずかすめることを。 彼は確かに知っていた予感していたそしてむしろそれを待っていたのだったしかもその考えも全然昨日のままではなかったその違いは一月前はまだ昨日でさえもそれはただの空想でしかなかったものが 今は今は不意に空想の衣を捨てて新しい恐ろしい全く見知らぬ形をとって現れたことだそして彼は不意にそれを意識した彼は頭をガンと殴られたような気がして目の前が暗くなった 彼は急いで辺りを見回した何かを探そうとしたようだ腰を下ろしたかったベンチを探していたのだった彼はその時軽通りを歩いていた百歩ほど先にベンチが一つ見えた彼はできるだけ足を速めた ところが途中であるちょっとした出来事が起こって数分の間彼はそれにすっかり気を奪われてしまったベンチの方へ目を当てていると彼は20歩ほど前方を歩いている一人の女に気がついたしかし初めのうちはそれまで彼の前にちらちらした全ての対象と同じように。 彼女に少しも気を止めなかった。家へ帰ってから歩いてきた道を全然思い出せないということが、これまで何度となくあったので、彼はもうそんなふうに街を歩くことに慣れていたのである。ところが前方を歩いている女には、一見見ただけで気になるような、どことなく奇妙なところがあったので、次第に 彼の注意はそちらへ引かれ始めた初めはしぶりがちでいまいましそうな様子だったがそのうちにますます強く引かれていってどうしても目が離せなくなってしまったこの女の奇妙なところは一体何なのか彼は急に突き止めてみたくなった まず第一に、この女はどう見ても、まだひどく若い娘なはずなのに、この炎天下に帽子もかぶらないで、パラソルもささず、手袋もしないで、なんとも滑稽に両手を振り回しながら歩いていた。ふんわりとした絹地の服、いわゆる絹物を着て、その着方がまた実に妙で、 ボタンが今にも外れそうでスカートの上端が引き裂かれて腰のあたりに垂れ下がりぶらぶら揺れていた小さなショールがむき出しの首に巻きついていたがこれもへんてこに曲がって横っちょに突き出ていたその上、少女はおぼつかない足取りであっちへよろよろこっちへよろよろ ふららついいいたた。りしながら歩いていたこのめぐり合いはついにラスコールニコフのすべての注意を呼び覚ました彼はベンチのすぐそばで少女に追いついたところが少女はベンチまで来ると倒れこむようにベンチの端へ座って頭を背のもたれへ投げ目を閉じた ひどく疲れていいるらしい様子だった。彼女を覗き込むとラスコールニコフはすぐに彼女がひどく酔っていることを見て取った何とも異様で奇怪な光景だった彼は白日もを見ているのではないかとさえ思った彼の前にあるのはまだ乳臭さ,さの消えない小さな顔だった 16くらいかいやまだ15にもなっていないかもしれぬちっちゃな薄甘い色の可愛らしい顔だが真っ赤にほてって少しむくんでいるようだ少女はもうほとんど正体がないらしかった足を組んでいたが片方の足がみだらに高く上がりすぎていたしどうやら往来にいるということが ほとんど分かっていないいならしいラスコールニコフはベンチにかけるでもなく立ち去る気にもなれず困ったように彼女の前に立っていたこの並木道は普段から寂しい通りでまして今はカンカンデリの昼下がりの2時と来ているのでほとんど人影がなかったところが 15歩ばかり離れた並木道のはずれに一人の紳士が立ち止まったその紳士も何か下心があるらしくしきりに少女に近づきたそうにしていた彼もどうやら遠くから少女に目を留めて追ってきたところをラスコーリニコフに邪魔されたらしい 紳士は相手に気取られないように苦心しながら憎らしそうな視線をラスコールニコフにチラチラ投げて早くこのシャクなボロ男が立ち去って自分の番が来るのをじりじりしながら待っていたそれは見えすいていた紳士は三十前後ででっぷりと太りテラテラに油切ぎってバラ色の唇の上に ちょびひげを蓄え、ひどくキザな服装をしていたラスコールニコフは無性に腹が立って不意にこの油太りの伊達男をこっぴどく侮辱してやりたくなった彼はちょっとの間少女をそのままにして紳士の方へ近づいていった